皆様おはこんばんにちは。初音たきみさよ、皆様にお知らせがあるわ。なんと、初音プロジェクト再生回数が1万突破しました。見ていただいてありがとうございます。あとは登録者数1000人を目標だわ。何をすれば登録者数を上げるのを悩んでるけど、何かアドバイスがあれば、コメントをくださると幸いです。ただし、誹謗中傷のコメントをしないでくださいね。これだけは守ってください。あら、肉がいないわね。なんだぜ。モンハンワールドで新固有が出たから打ち合わせしてたんだぜ。新固有ね。またエピソードを変えないとならなくなったわね。そうなんだけどな、ブロードキャスでやっていってるからな。確かママタロトだったわね。ああ、しかも期間限定だけどな。期間限定だったら、ブロードキャスしかできないわね。そうするしかないな。あとはエピソードを変えることかな。ただモンスターを書き換えるしかなさそうね。一応、固有をメインでやる。そうするしかないな。エピソードは、リビル止まりにしてそこから固有かな。ミク、言い忘れてたけど MMG のことで相談があるんだけど。ああ、俺もあるぜ。カンコレとボカロを導入するかの話やろう。そうよ、一応うつむきはミクだから死ぬと思うわよ。そうだな、導入しようかな。あとは、他のチャンネル様とのコラボもね。募集をされて、受け付け先は、たきみさのアカウントにてお待ちしております。あと、PS 上のフレンドとサークルメンバーを募集しております。それでは、皆様、ご視聴ありがとうございました。Thank you.